こんばんは、スーさんでございます。さあ今日は2月の25日ということで、あの世間に皆さんで言うお給料日というやつですね、今日はね、私にはそんなものは一切ございませんが、感じたことがあるんだけど、東京オリンピックのお話です。あの東京オリンピックのボランティア1000人辞退っていう記事が出てたんですけども、皆さんどう思います？どう思いますっていうか、そのことをまだ取り上げてるのかと、もう何がしたいんだっていう感じですよね、あの僕からするとね。そもそもあの東京オリンピックで、ね、もしかしたらまだ行われるのか、中止になるのか、延期になるのか、またなんかおそらく議論されてると思うんですけども、本来ね、一生懸命東京オリンピックこれ盛り上げていかなければならない、あの日本人としては、ね、日本国民としてはね、それを何か足を引っ張ってるというか、この水を差すようなね、そういう記事とか報道が本当多くても嫌、何なのって感じ。そしてね、まあ、これは個人的には僕のその見解なんですけど、見解と言いますかね、ボランティアが、まあ、事実、この記事が事実だとしてですよ、1000人、あ、そうですか、そもそもその辞退された方を非難するわけではないんですが、そのなんで、まず、そもそもね、なぜ東京オリンピックのボランティアに応募したんでしょうね、その辞退した方々ね、そもそもね。そしてその事態に至る経緯というのは、そのマスコミで調べてるんですかね。まあ今回ね、女性に対する差別だーみたいな、これ怒られ、僕ちょっと非難されるかもしれませんけど。一応全文と言われているものを見ました。はい、ここまで世界的にね、なんていうんですかね、確かに時々ちょっとね、まあお酒に酔ったおじさんが居酒屋に話すようなことをね、まあ喋っちゃうことありますよ。はい、ですけどね、もっと他にあるでしょっていう、取り上げなければいけないことを、そこなんですよね。皆さんどう思いますか？例のお方の発言で期待されると決断に至った方々ね、これ1000人の中何人いるのか分かりませんけども、そういう方々はしっかりと調べて、文章じゃダメですよ。言っときますけどね、文章はね、言ってないことを書いてあったりね、そのうまーく切り取ってつないでね、そういう報道多いですからね。まあ映像もそうなんですけど、今はね、
あのネットなんか見るとね結構出てますから、はい、ネットにもあのそういう印象操作みたいなのありますけどね、テレビ新聞よりはまだいいです。僕なんかテレビ見ないもん本当今全然、はい、ということでね今日はそういうちょっとしたねオリンピック関連のボランティアのね事態のお話をちょっと見つけたんでね、まあちょっと愚痴を言ってみました。はい、皆さんはどのようにお受け止めですか。そもそもボランティア辞退するってあの発言のことで、じゃあ何そもそもなんでボランティアを応募したのっていう、応募したそのきっかけは何だったんでしょうね。それをちょっと思い出してほしいというかね、なんか世の中のああいうの乗っかっちゃってね、一緒になってね、まあ、ネットでもよくあるけどね、もう上乗りの批判ですよ、誹謗中傷ですよ。まあ皆さんよーくお考えになってください、はい、ということで現場からは以上でございます。さあ2月25日、さあ今日は1日どうなったね。